18時になったんで始めていきましょうか。イエーイ。です。ありがとうございます。そうですね。事前に入っていただいた方は、こういうテンションでいきなり入られて、どんなってところもあるかもしれませんが。はい、今日はですね、秋葉マット第3回、リインベントを前に振り返っておきたい、去年から今年にかけての激アツアップデート、それのマット領域にフォーカスしたアップデートをガン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 語っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いしまです。す。で、そうですね、今回の回のファシリテーターの紹介なんですけど、私、田中孝明、通称、孔明と呼ばれてるんですけれども、そちらの方で、そうですね、ファシリテートをやっていきたいと思います。そうですね、福岡オフィスに所属していて、フロントエンドと今、スクラムマスターをやってます。はい、で、そうですね、今回コメントに関してはスライドゥの方で受け付けてますので、こちらの QR コード、右の方の QR コードですね、こちらの方から、スマホの、カメラで撮っていただいて入っていただければと思いますし、あと左側の方にタイムライン、ノーションなんですけれども、こちら公開してまして、でこの公開している情報をもとに、皆さんとこうガンガン語り合っていくような形になってますので、そちらの方もよろしければ見ていただければなと思います。また後でリンクは出ますので、はい、さらっと流します。で、はい、今日の議題なんですけれども、まずそもそも秋葉マットって何なんですかっていう話と、あとは今おられるパネラーの紹介ですね。あとはもう45分間がっつり話をしていただいて、その間に質疑応答とかですかね、ちょっと挟んでいきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあそもそも秋葉マットって何だろうっていうとこなんですけれども、クロスメソッド株式会社の、CX 事業本部にの、部署の一つですかね、マット事業部が主催している勉強会ですと。で、マット事業部ってそもそも何なんですかっていう話なんですから、ここでちょっと細かく話をしてしまうと、そうですね、せっかくこうパネラーの皆さんがこうがっつり話す機会っていうのをちょっと損失してしまうので、うちのそうですね、デベロッパーズ IO の方で今日参加していただいているこう浜子さんが、これぞマット事業部みたいなところをブログ書いていただいているので、ぜひこちらを参照していただければなと思います。で、そもそも秋葉っていう名前ついてるんですけれども、これって何ぞやっていうところなんですけれども、これもそうですね、弊社、秋葉 AWS という勉強会を主催してまして、そうですね、こちらもものすごくこう大盛況で、ちょっとこう、そうですね、秋葉って名前つけたら、もしかしたらこっちも、ちょっとバズるんじゃないかっていう、こう下心丸出しで、はい、やっておりますっていうところですね。はい、秋葉 AWS の方もぜひよろしくお願いします。はい、では、秋葉マットの概要なんですけれども、まずはその技術寄りのセミナーですっていうところと、あとはパネルディスカッション形式っていうのを、多く採用してますと。で、一つのテーマを、数人でワイワイ話す感じですね。今回で言えば、リインベントのアップデートを追ってみましょうというところです。で、皆さんからの質問も、随時もう募集してますので、右下のスライドの、QR コードを読んでいただいて、質問をどしどし投げていただければなと思います。で、いい反応があれば、定期開催していきますので、よろしくお願いします。で、そうですね、心構えとしては、ナレッジを共有し合う場であって、そうですね、事前によくある勉強会みたいなこうスライドをがっちり作って話すとかではなくて、一つの資料をみんなでこうワイ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 話し合いながら、ちょっと緩い感じでやっていこうかなってところですね。口頭ベースで情報交換ができればなっていうところです。これはそうですね、パネラーも、リスナーも含めて勉強しようというスタンスでやってますので、そちら、そういうスタンスでお付き合いいただければなと思います。はい、次へ。そうですね、ルール。はい、楽しむ。そうですね。一番です。で、次はもうあまり準備をしない。そうですね、今回もほとんど準備してませんので、はい、どんな回になるかは皆さん、お楽しみにしていただければなと思います。で、わからないことがあっても気にしないです。パネラーの人も全然わからないこととかいっぱいあると思いますので、そういうのも、気にせず、ガンガンやっていこうかなと思います。パネラー同士の学びの場になればいいっていうのも、そうですね、これも目標にしてやっておりますと。で、そうですね、参加数とかアンケート結果とかにもとらわれずに、そうですね、強い心を持ってやっていこうかなというところです。で、セミナー概要なんですけれども、そうですね、コンパスのリンクに貼ってあるので、さらっとなんですけれども、そうですね、11月の29日から、リインベント、AWS の、もう技術
イベントですかね。あれ、ものすごくでかいイベントがありまして、まあ、これに対してそうですね、200を超えるぐらいのアップデートがあるんで、まあ、それを、まあ、そうですね、まあ、その中から、その、うちの部署、マット事業部が取り扱ってる熱いアップデートっていうのを上げていって、あ、去年こんなん出たよね、みたいなのを思い出を振り返りながら、今年はこんなん出るかもしれない、みたいなところをちょっと話していけたいなっていうところがありますと。で、パネルディスカッショントピックはこの4名で送りますので、そうですね、後ほどちょっと自己紹介していただこうかなと思います。はい、では時間ぴったりですね。パネラー紹介の方行きましょうか。パネラー、まず1人目は、はい、新井さんですね。新井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新井誠一と言います。普段はサーバーサイドエンジニアとして、バックエンドの API の開発であったりっていうのを、やってます。はい。で、なんか今回のイベントにあたって、まあ、タイムラインでアップデートを結構見てたんですが、結構自分見落としてたり、知らないのいっぱいあるなって感じだったので、はい、皆さんの方もなんか気になるとこあったら、ぜひ QA とかで、教えてくれると、可能な限り答えたりできると、はい。よろしくお願いします。ぜひお願いします。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では続きまして、モコさん、よろしくお願いします。お願いします。紋別です。始まった後に、こう、コミさんが喋ってる間に、こう、右上に自分のアイコンと顔写真を載っけてたんですけど、なんか表示されてません。はい、紋別と申します。普段は、モコっていう、ニックネームで、ブログとか書かせてもらってますと。で、CX 事業本部の、マット事業部のサーバーサイドエンジニアってところで、金融機関向けの、バックエンドの方を書いてたりしますと。で、なんかトップエンジニアとか、資格いっぱい持ってるエンジニアとか、いろいろやらせてもらってます。よろしくお願いします。お願いします。イェーイ。では続きまして、佐藤さん。はい、よろしくお願いします。僕もサーバーサイドエンジニアとして、マット事業部で働いてます。そうですね、普段はサーバーレスメインで、ラムダとか API ゲートウェイとか使って API とか、あとちょっと軽くリアクトでフロントエンド書いたりとかっていうことをしてます。はい、僕もちょっとアプデを眺めてたんですけど、もう半分以上知らないばっかりだったんで、ちょっと今回皆さんと一緒に勉強できたなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後、浜子さん、お願いします。です。どうもよろしくお願いします。浜子です。そうですね、新情報で言うと AB 型の乙女座です。新情報。好きな言葉は和州っていうことも皆さんご存知なんです。で、まあ、そうですね、本当になんか、ね、アップデートむちゃくちゃ大量にあるんですね。で、今、そうですね、チャットの方でもタイムラインとして、Notion の、まあ、表、を、まあ、ウェブ公開したやつは並んでるんですけど、皆さんぜひぜひね、眺めてもらって、これなんやねんみたいなやつがあれば、ぜひぜひ、もうね、いい機会なんで、コメントはい、まあ、スライドで、質問を投げてくれればというふうに思ってます。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、この4名でお送りします。ではでは、お、いいですね。時間もいい感じですね。じゃあ、がっつりと45分ぐらいかけて話していきましょうかね。で、今日のテーマなんですけれども、タイムラインをベースに、まあ、去年、そうですね、リーイベントが起きてから、起きてからじゃないですね、あってから、今年の、もう本当直近までのアップデートをちょっと追っていきたいと思います。ズームの方の、メッセージにも書いたんですけれども、そちらの方のリンク辿っていただければ、一緒に見ていけるのかなと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、あと質問もスライドで受け付けてますんで、はい、なんか変な質問しかちょっと来てないんで、はい、ぜひ、皆さん、こう、そうですね、まあ、こういう軽い感じでもいいんで、はい、ぜひいろんな質問いただければなと思います。はい、では、行きましょうかね、早速。おなんかブログが見つかっちゃったな。はい。これ今見えてますかね、ノーション。見えてます。はい。じゃあ行きましょうか。なんか、そうですね、右のスクロールバー見ていただくと、もういかにこの文字の分量といいますかね。はい。45分で終わらせる気ないですね。終わらせる気ないですね。はい。すいません。ぐだぐだで終わったら、はい、すいません。なんかコメントでぐだぐだで終わりやがっ てみたいなのをちょっと書いていただければと思います。はい。では、早速行きましょうかね。去年はそうですね、リーインベントオンラインで、11月の30日から12月の18日まで。で、あとそうですね、1月にもあったんですね。まあ、こういった結構長期間、オンラインという形だったんですけど、ありましたね。では、早速12月からのアップデートを見ていきましょうか。いきなり
来ましたね。そういえばこれバズりましたね。これもこさんですね。来ましたね。はい、いただきましたね。マックミニ担いだこう VP っていう、 こう偉い役職の人がこうマックインスタンスを物理的にこう上やるみたいな感じで持ってる。いいね、いい笑顔ですよね。ですね。そう、いい AWS らしいなみたいな。仕事したいな。はい、そんなアップデートです。まあ、やってることとしては、マックミニを大量に買って、大量に並べて、大量にサンダーボルト経由でナイトロのシステムにぶっ刺してるみたいな感じなんですけど、まあ、使い心地的にはよくできてるなっていうところで、なんかぶっ壊せるんじゃないのかなと思って、僕はアップリでログインして、iPhone を探すの機能で、Mac の GPS とか取れないかなとか、やったんですけど、ダメでして。ちょっと逮捕される。尺だったんで、Mac mini のなんか通知音鳴らすやつを無限ループさせておきました。お前かってなってますよ、多分。るなちょっとやばいね。ちょっとカット。はい。はい、じゃあ次行きましょうか。AWS バッジと、はい、パーゲート。はいはい。一緒に喋りましょうか。ですね、AWS バッジ、皆さんご存知ですかね。ご存知ないですね。で、実は僕もほぼ知りません。ほぼ知りません。すいません。で、あれですね、最近はステップファンクションズとパーゲートのパターンでやる場合も多かったと思うんですが、実は AWS バッジもパーゲートを使うようになっているということで、そうですね。使える人は使ってみてもいいんじゃないでしょうかという感じでした。以上です。あざーす。じゃあもうサクサクいきますね。じゃあ次、新井さん。お、来ましたね、はい、クラウドウォッチ。来ましたね。はい。クラウドウォッチラムダインサイツっていう機能が追加されて、より詳細なログとかメトリックスが取れるようになりましたっていうアップデートです。はい。で、まあ特になんか個人的にいいなと思った点は、メモリ使用量って多分、僕の記憶だと、今までクラウドチメトリックスで収集とかできなかったと思うんですけど、これ有効化するだけで、はい、収集して可視化してくれるっていうのがいい点です。はい。あと、このラムダインサイツっていうのを有効化するときに、なんかそのラムダエクステンションズってワードが出てくるんですけども、これラムダエクステンションズを利用したその機能の一つ。うんっていう立ち位置なので、まあまあ、後で出てくると思うんで。そうですよね。ありましたね。はい。はい。また、その次の、デクテンションズの際にちょっと話したいなと思ってます。ありがとうございます。そうですね。はい、こちらのノーションの方にこう参考情報で、うちのブログとかも載ってけていただいてるので、そうですね。ぜひこのノーション、皆さん見ていただければなと思います。じゃあ、どんどん行きましょうかね。はい。あ、でかいの来ましたね。4つのコンテナに関する新機能。はい。これ、浜子さんですか？そうですね。一個ずつ説明していくと長いんで、とりあえず僕の好みだけ書いておきました。ECS バーベク。そうですね。いや正直僕、プロトン全然触ってないんですよね。どうですか、皆さん、プロトン知ってますかっていうぐらいです。まあ、でも僕は ECR パブリックが一番好きです。この時の、はい、衝撃的にはそうでした。はい。まあ、後でも出てくると思うんで、これぐらいでしておきましょう。はい、ありがとうございます。で、同じような文脈ですかね、この ECR イメージ。はいはいはい。こちらも浜子さんですかね。これはちょっと違いますね。まあ、ECR が、もともとレプリケーションができてたんですけど、まあ、クロスリージョンであったりとか、あとこのタイミングで多分クロスアカウントができるようになったんですよね。で、まあ、何が嬉しいかっていうと、やっぱその CI と CD を、やっぱそのあれですね、責任分解点を明確にして別のアカウントでやりたいっていう要望ってやっぱ昔からあったと。ので、まあ、そこをですね、きっちり分けるっていうためにも、まあ、その辺になんか、そうですね、クロスアカウントでアシュームロールするんじゃなくて、そうですね、ECR のところでレプリケーションさせて、責任分解点を発揮させるという思想がすごい好きで、まあ、これ、思いっきりプロジェクトで使ってて、大活躍してるんで、皆さんおすすめです。激アツアップデートですね、これ。ありがとうございます。では、EKS の話と CLI は、この辺はさらっと流される感じですね。ただ、次来たのが、あ、グラビトン2来ましたね。はい、これ、モコさんですか。はい、語らせてください。語らせてください。お願いします。グラビトン2は最高です。ただし、限りがあります。ですね、R6G のパフォーマンスを測定したっていったようなベンチマークがとあるブログの方であったんですけど、そちらによると、暗号化と複合と圧縮の処理だけ、C5 とかの現行のインテル製のものに比べて、30% とか 40% ぐらいしかパフォーマンスが出ないっていったような結果があって、ちょっとこれは見過ごせないなと僕は思ってるんですけど、総合的に見たら、普通の
インテルの CPU よりも 20-30% ぐらいいいって言ったような結果だったりするので、うーんって感じですけど、まあ総合的に見たらいいんじゃないかなってところでいいぞっていうふうに書かせてもらってます。 ありがとうございます。これなんかプロダクションでっていう話もなんかありましたよね。またそれはそうですね、うん、プロダクションとしても全然使っていただいて問題ないと思います、うんうんうん、となぜならデータベースはマネージドサービスなので、まあ、なんか問題あってもなんとかなるでしょう、ね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。そうですね、ようやくこれ何パー、10% ぐらいしかいってないんで、サクサクいきますかね、すみません。巻きで、はい。じゃあ、API ゲートウェイの件ですね、新井さん来ましたね。はい、お願いします。はい、もうそのままなんですけど、API ゲートウェイの HTTP API の方ですね。で、ステップファンクションのエクスプレスワークフローってのがあるんですけど、そちらをなんか同期的に呼び出すことができるようになったらしいです。ただ、なんか個人的に気になってるのは、なんか API ゲートウェイのタイムアウト。確か30秒、うん、そうですね、だった気がするので、なんかこれどうなるんだろうっていうのが、個人的に気になってるところで調べきれてないです。なんか知ってる方いたら、はい、教えてください。そうですね、やっぱ社内からまさかりが飛んできそうな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、では次は、はい、キネシスですね。はい、お願いします。僕、名前書いたんですけど、正直ちょっと触ってみないとよくわかんなくて、ですよね。アップで内容見たんですけど、なんか多分ストリーム処理が途中で失敗したときに、そこをなんかチェックポイントとして、うん、それ以降処理しないようにして、重複しないようにするみたいな、まあ、設定が追加されてて、まあ、そうですね、とりあえず設定しておいた方がいいのかちょっとわかんないんですけど、まあ、ちょっといろいろ試してみたいなと思いました。ありがとうございます。はい、そうですね。そうですね。こういうアップデートもあったってとか、ま、うん、そうですね。基本、分からないことは分からないっていうスタンスでやってますから、はい。そうですね。はい。誰か教えてください。そうです、そうです。ぜひ、コメント欄で、俺知ってるよっていうのがあれば、はい。お願いします。はい。なんか、んなんか来てるな。来てるけど、なんか質問来て、来てるけど、これ絶対社内の人ですね。はい。違うかな、まあいいや。トランジットゲートウェイ信者さん。うん。なんか、社内の人のような気もしじゃあ、ちょっと質問じゃないんで、そうですね。はい。はい。では、次。そうですね。ちょっとピックアップコメントがないところは、さらっと。あ、クラウドシェル誰もピックアップしなかったんですね。あ、そうなの、そうなのって感じですね。ちょっともしかしたら社内の人は寂しいなと思ってるかもしれないですね。はい。で、次は、はい、コンテナモニタリング向け、お、プロメテウスの話ですね。浜子さんですか、これは。まあ、正直僕もこれ、今全然知らないんですけど、皆さんでもあれですね、GA されてるのはご存知ですかね。で、まあ、普通に使える状態なので、今ちょうどですね、お客さん環境に、まあ、EKS がなんかむっちゃいっぱいあるんですけど、多分なんか4つか5個ぐらいあるんですけど、まあ、そこに、まあ、ちょっと入れてみて、ちょっといろいろ試してみようなと思ってるんで、まあ、続報を待てと。続報？何の続報かって感じですか。ちょっといろいろやってみた結果は、またそうですね、どっかでフィードバックできればと思いますので、皆さんも使ってみましょうという感じです。お願いします。期待してます。じゃなくて自分も書けよってとこですね。はい、了解です。じゃあ次は SQS と、はい、そこの辺は特にピックアップされてないですね。あ、DevOps グル、ありましたね。こんなのいっぱいありましたねっていうのも、あれ、多いですね。次は、はい、お、これは、これ浜子さんですかね、ECS、デプロイメントサーキット。お、これ僕が書いたやつなんですけど、そうですね、この参考にブログ貼ってある、ブログのリンク貼ってあるんですが、これ、ここを読んでいただければ分かると思うので、はい。あ、さすが、岩田キャプテン、はい。岩田キャプテンが書いてくれてる、はい。そうですね、こういうブログのリンクも あるので、ぜひ、はい、こちらのノーション、右下の方に、そうですね、QR コードあるので、読み取っていただければなと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ、岩田さんのブログを見てくださいっていうところで、はい。で、次は、はい、グラビトン2の話来ましたけど、はいはいはい、コードパイプライン、スタックセット、あら、スタックセット、浜子さんじゃなかったのかな、まあいいか。お、これ、浜子さん、コンソールのことですかね、これ、はいはい。あ、そうですね、これ ECS のコンソール、まあ皆さん、普段 ECS 使われている方は、そうですね、コンソール新しくなっているのを気づかれているというふうには思いますと。で、
どうですかね、皆さんどうですか。ぶっちゃけどうですかって言うんですよ。僕は好きなんですよ。で、まあ、一覧性が下がったって言われる方もいるし、まあ、その気持ちも分からなくはないんですけれども、まあ、以前のなんかサービスとタスクとそれの実行結果とログの加減 なんかその一覧性の良さで言うと、僕はまあ、なかなかやっぱ今の方が、見やすいかなと思ってるんで、まあ、あれですね。新しく、まだ新しくしてないっていう方は、ぜひぜひ新しいのに慣れてみるといいんじゃないかなという。そうですね、こういうのはどんどん新しいもの慣れていくっていうところですね。はい、はい、でこれでようやく12月が終わったんですね、これ、ね、そうですね、もう10分経っちゃったこれ絶対終わらないです、ね、すいません、ちょっと巻きますね、はい、SQS、はい、で次は API ゲートウェイ、あ、これ佐藤さん、ほうほうほう、あ、はい、これはそうですね、もともと REST API の方にはマッピングテンプレートって機能があったんですけど、まあ、それが、まあ、それと、まあ、なんか似たような機能が HTTP API にも来たらしくて、まあそうですね。よ、まあいいのはちょっと、REST API なのだと VTL っていうちょっと、あまり書きたくないものを書かなきゃいけないんですけど、これはなんか書かなくてもなんかいい感じにできるみたいで、ちょっとよくわかってないのが、その、なんだろう、HTTP API って、プロキシ投稿が前提の、確か、サービスだったと思ったんですけど、それってデータマッピングできるのかなっていうのはちょっとわかんなくて、ちょっとその辺も調べきれてないんですけど、はい、そんな感じですね。ちょっと気になりますね。ありがとうございます。では、サクサク。そうですね、ちょっと深掘りしていきたいけど、なかなかこんだけあると、そうですね。一個一個読み上げていっても大変なことになりそうですね。あ、すいません。いきなりもう2月いっちゃいましたね。はい。こんな対応ですいません。じゃあ次は、はい、新井さん。ごめんなさい、これあんま後で試せてなくてドキュメントに書いてある内容そのままなんですけど、まあ X-ray でそうですね、より詳細な情報が取れるようになったそういう話だと思います。はい、あとなんかイベントブリッジと統合して通知とかはできるようになったみたいな話のはずです。はい、イベントブリッジ今年暑かったですね、確かに。はい、あとは実際にあれですか、ごめんなさい、なんか途中で差し挟んで、X-ray って今がっつり使ってる人います？います？ここに、まあ、今パネリスト向けに、まあ、もともと案件で使ってたんですけど、うん、結構高くて、お客さんからちょっとこれやめますっていう感じで、ちょっとそうですよね。それっていうところがあります。お高いですよね。はい、そう、うん。ただまあなんかうまく使うと、まあ、APM としては非常に良さそうなんですけど、そうですよね。なんかまあラムダ周りとかでもいろいろもっと使えればいいなと思いつつも。まあ、そこまでなんかマット事業部の中でもなんかみんながみんな使ってるって感じでも今のところない、うん、そうですよね、うん、確かに。パフォーマンスチューニングするときに一時的に使うみたいなのはありかなとは思いますけどね、うん、はい、ありがとうございます。あ、そうですね、内情も知りつつというところで、では次、あ、そうですね、ラムダでノード14サポートしましたっていうのと、はいはいはい、で、あ、コパイロットがここで来ましたね。そうですね、まあ、コパイロットはなんか追加機能をどんどん出してて、なんかこのタイムラインにいっぱい出てくるんで、そうですね、今回拾わなくて大丈夫です。なんかコメントがあったら、はい、それを拾えばいいかなと思って、はい、そうですね、なんか、新井さんなりのコパイロットを推しとかは、話してもいいんじゃないですか。そうですね、そこまでめっちゃ使ってるわけではないんですけど、まあ、そうですね、なんかウェブアプリケーションとかを ECS とか、アップランナーで使いたいときに、手軽に環境構築して、まあ、デプロイまでやってくれるっていうツールではあるので、とりあえずファーストチョイスとして使ってみるのはありかなと思います。ただ、そうですね、足りなくなるみたいなケースが、まあ、プロダクション環境だと多いんじゃないかなと思うので、まあ、その際はコパイロットから別のものに切り替えるみたいな、はい、感じでいいんじゃないかなと思ってます。まあ、コパイロット自体もかなりなんかアップデートをECS のアップデートとか、その今日出たファーゲートのグラビトンとかにもなんか即時対応してたりするので、うんうん、そうですよね、はい、活発ですよね、うん、活発です。なので一回使ってみるのをおすすめするって感じです、はい、はい、そんな感じで次行きましょう。ありがとうございます。じゃあクラウド9 Git ビジュアル、うん、クラウド9使ってる人 いそうですけどね、まあいいのかな。あと EKS、 はい、こちらは浜子さんピックアップしてますけど、職種が分からなかったですか。ごめんなさい、これ名前書いたの忘れてました。ごめんなさい。はい、
いいねぐらいの感じで、はい、ありがとうございます。気になるなってところですね。はい。で、WAF が JSON 解析。ああ、そうですね。WAF、なんか WAF でできること、前段でできることが増えていったんですかね、今回は。アクセラレーター。お、なんでしょう。いや、ごめんなさい。なんか WAF 系のアップデート多かったなって。うん、そうそうそうですね、はい。ただ、はい。あんま詳しくないんで調べてないって感じ。ありがとうございます。お、もこさん来ましたよ。はい。はい、アンプリファイフッターが、公開されたところで、まあ、アンプリファイって端的に言うとファイアベースみたいな感じなんですけど、フロントのアプリケーションだけじゃなくてモバイルアプリにも注力してるってところで、これまでAndroid 向けとかいろいろあったんですけど、うんうんうん、そこで、フルッター版が爆誕したってところで、そこでも使えるようになったよ、やったねって言ったような、アップデートになりますが、正直僕はモバイルアプリ系は作らないので、はい、はいって感じです。いや、ただ全然いいアップデートだとは思います。はい、実際、そうか、うちの会社でも採用実績はないかな。まあ、実験的にやってる人がいる。リアクトネイティブとか、スイフトとか、そっち系に倒してる人が多いような気がしますね。リアクトネイティブですかね、うん、どちらか。フラタイ、はい、そうですね、やろうっていう動きありましたけどね。今はもう動いてるかどうか、うん、ちょっと部署別になるかもしれないですね、それは。そうです、マットではないです、ね、うんうん。確かにですね。ありがとうございます。で、さらさらさらっといって、おなんか飯テロですか、はい。3月、3月来ましたね、はい。はい、大阪たこ焼きリージョン爆誕です。怒られないかな、これ。真面目な話をするとですね、日本のお客様って、こう、DX だったとか、なんかマルチクラウドだとか、なんかいろいろほざくっていうのもあれですけど、結構うるさい、要件が厳しいお客様が多いんですね。で、実際、その厳しいっていう理由もよくわかりますし、日本国内にデータを持ちたいっていう要件もものすごくわかるってところで、たこ焼きリージョンがその受け皿になっていただいて、今後もその、例えばその S3 には東京にも行ってるけど、やっぱ大阪にも来たいよねとか、うん、アプリケーションの DR、東京で落ちたときに、たこ焼きリージョンで起動したよねって言ったような要件にも耐えれるってところで、新しいアップデートが本当にガンガン増えていってるので、使えるサービスも増えていってて、もう本番で、本当に使えるっていうような感じで爆誕したっていうので、すごいめでたい一歩だなと僕は思ってます。はい。はい、ありがとうございます。僕も今、おまけもうディザスターリカバリー対応やってますね、大阪リージョンで。で、グローバル、オーダーの、まあ、グローバルデータベースの機能を使って、大阪リージョンに、まあ、常にマディフィケーションさせておいて、で、切り替えるみたいな、今、設計と構築をちょうどやってるんで、まあ、バリバリプロダクションで使えるんで、そうですね、非常にいい選択肢にはなってきてるかなと思いますね。この1年で、サーバーに習熟しましたね、成熟しましたね。ありがとうございます。サクサクときますかね。残り25分ぐらいしかないんですね、これ。また3月ですよ、これ。おおお。特に。おさん。お。なしあ、これか。僕もう今日これ喋ればいいです。ECS エグゼックですね。そうですね。まあ皆さんご存知の方も多かったと思いますし、まあこれは本当に朗報ですね。でもファーゲートに。まあ、中に入れるようになったということですね。で、まあ、もともと、まあ、ファーゲートはコンテナ、ホストインスタンスがないっていうことは、まあ、メリットだったんですけど、ので、逆に、まあ、ホストインスタンスがないことによって、SSH ログインであったりか、まあ、Docker ログイン、うん、まあ、Docker のログを、まあ、直接の中から見るっていうのが、まあ、基本的にものすごく難しかったんですけれども、まあ、AWS ネイティブサポートされましたということですね。で、本当になんか、ファーゲートの長年の、まあ、津波っていうところを解消してくれるアップデートだったと思いますし、まあ、そうですね。で、まあ、SSH じゃなくて、なんかあれですね、専用の API を生やしたっていう、なんかその割り切りの AWS のまあ対応っていったところもすごい良かったなと思いますし、まあ素敵だし、もう全人類ファーゲート使えばいいと思う。うん、そうですね、最近、まあ後ろに出てきますけど、Windows コンテナもね、ファーゲートで使えるようになったんで、多分ほんま今できないことって多分 GPU サービスぐらいだと思うんですよね。うん、ファーゲートでできないのって。だからもう本当に、もうファーゲート大好きな僕としては、これはエポックメイキングなアップデートでした。以上です。ざーす。で同じような文脈でコパイロット、あ、新井さん来てますね、これ。はい。飛ばしましょう。はい。で、RD。RDS プロキシ、喋っていいですか、うん、どうぞ、お願いします。僕、今のプロジェクトで使ってるんですけど、
ライターだけじゃなくてリーダーエンドポイントも使えるようになったってところで、リードレプリカに対するリクエストってところも、RGS プロキシ使ってちゃんと、なんか変なコネクションを貼るってことがないって感じになってるので、最高ですっていうふうに言い切りたいんですけど、僕の今やってる案件プロジェクトのとはまだリードに対してお参照できてないので、ちょっと何もちょっと言えないんですけど、はい、最高です。ありがとうございます。で、あとは、そうですね、VPC からの、はいはいはい、これもサポート可能になりましたってところもありますよね。うん。これは参考に貼っていただいてるだけですかね。はい、そうです。はい、貼っときました。ありがとうございます。じゃあ、サクッといきますか。エドルスワーゲット。お、これ、モコさんか。はい、これもだいぶライブだから言えるようなことなのかなとは思いながらなんですけど、実は2020年くらいかなにもなんか一瞬 1.4.0 をテストにしようぜっていう流れがあったような気がしてて、でそのタイミングで確かなんか僕のやってる案件でもちょっと覚えてるようななんかうろ覚えなんですけど、動作不良とかなんかいろんなところでロールバックしたっていうような格好があったりしましたと。で、まあそこからいろいろ何もな、いろいろ修正されて 1.4.0 が無事レテストに、昇格したって感じなんですけど、まあ、結構 1.4.0 で変更点があったりなかったりするので、それをレテストで運用していくってなるとちょっと怖いものがあるのかなってところで、僕はファーゲットの、サービスの、バージョンは固定でコンテナと同じですね、レイテストを使わないで固定でやって手動で上げるっていう運用の方が僕はいいというふうに思ってますというところです。 ありがとうございます。ライブならではですね。 1.4.0 は結構あれですね、まあいろいろあったけど、でもその分機能強化が強かったんですね。EFS 対応したりとか、そうですね、かなりがっつり変わったんだけど、ちょっと副作用もあったっていう感じですね。それがようやく、レイテストをされたっていうのは、もう十分こなってきたという感じですね。ありがとうございます。で、浜子さんも来ましたね、これ。はい、でも、喋ってたら聞きないな。EKS、EKS コントロールプレーンってあれなんですね。内部的にはなんかいろんなもの作ってるんで、やっぱ時間かかるの仕方ないっていう感じだったんですけど、早くなってよかったという感じですね。で、中の構造とかは、ちょっと AWS がいくらか出してる情報とかもあるんで、それ見ていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。激推しですね。あとそうですね、ピックアップされてるところは、はいはいはい。お、これは何、モコって書いてるけど。クラウドウォッチメトリックスストリームですね。これは、クラウドウォッチのメトリックスをなんかストリーミングでいい感じにできるよってところで、データドックとかニューレリックとかに対しても、スッと、やれてめっちゃいい感じって言ったような感じになります。なので、クラウドウォッチも使いつつ、きちんとその SaaS の監視製品も使いつつってところで、AWS のサービスと親和して各種 SaaS ベンダーもいい感じにできて最高なソリューションだなっていうふうに思いながら見てましたっていう感じです。ありがとうございます。はい、では4月で結構ありましたね。お、スタックセット来ましたね。浜子さんですか、これ。スタックセット、皆さん使ってますか。クラフォーメーションスタックセッツはですね、全リージョン複数アカウントにクラウドフォーメーションのスタックをばらまけるっていう、これね、あれなんですよね、一度やるとやめつきになるぐらい爽快感あふれるんですよ。5アカウントぐらいに全リージョンになんかスタック展開できるみたいな感じですごい気持ちいいんですけど、なるほど。まあそういうなんか、パワフルなやつなんですけど、これがさ、あれですね、今までなんかリージョンごとに直列動いてたやつが並列動くようになって、もうなんかコンソール見ているだけで、ご飯何枚でもいけるみたいな。そこまでですか。そういう嬉しさがあるっていうことを皆さんにもぜひ味わってもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。もっと掘り下げたいですけど、サクサクいきますかね。お、新井さんのこの激アツアップデートじゃないですか。これ激アツですね。そうですね、てか今までなかったんだっていうぐらいのアップデートだと思うんですけど、なんかそうですね、僕もアテナ何回か使ったことがあって、試してるはずなんですけどなかったんだみたいな、アップデートで、シンプルにその SQL のエクスプレインによるそのクエリ実行計画が見れるようになったというところです。いろんなタイプでエクスプレインの計画を、
実行結果を見ることができるんですが、まあ、一ついい点としてはこうなんかビジュアライズしてこう表示されている、はい、で見ることができるというのが一ついい点ですね、はい、ありがとうございます。ブログも上がってるので、はい、ぜひ見ていただければというところですね。はい、ではではスラスラスラっといくと、おもこさんがなんか熱いの語ってますね、これ。はい、最後にアクセスした、はい、うん。これはですね、マット領域に限らず、AWS を利用されている全ユーザーが対象になる最高の紙アップデートだと思ってますと。まあ、内容的には、IAM の権限絞るのが簡単になりますよってやつで、うん、なんかこれまで EC2 とかの IAM ロールで、とりあえずアドミニストレーターアクセスの、ああ、はいはい。ケタログみたいなやつが多いと思うんですよね。で、まあ、そういったのって、よくも悪くも、どっかで侵害されたら、大惨事が起きてしまうので、まあ、それをなんとか是正する必要はあるんですけど、それがもし、そのドキュメントもよくない、あまりない3年前のシステムで、なんか、これ、どの IAM ディナイしたらいいのみたいな、あ、ディナイというか、あれをして、こう、最小権限にしていったらいいのっていうふうに調べるためには、これまでなんか、アテナとか使って、クラウドトレイルのログを、こう、無理やり追うみたいなこととかして、苦しかったんですけど、まあ、なんかそういうこともしなくても、IAM のマネコンから、ポチってやるだけで、なんか過去に使った権限をいい感じにピックアップして、IAM ポリシーを変えてくれるっていう紙アプデです。これはぜひ利用してください。うん、幸せになるやつですね、みんなが。そうです。いや、もうありがとうございます。ではでは、スラスラスラっといくと、おこれももこさんですね、ECS タスク。はい。はい、AWS ファーゲットはこれまでディスク、コンテナ自体が持ってるディスクの制限が20ギガまでっていうシビアな制限がありましたと。で、まあ、20ギガって、例えばその大量の動画ファイルとかをこうバッチ的な感じで処理するとか、なんかいろんなワークロードがあると思うんですね。で、そういったところに対して、これまでファーゲットは厳しかったんで、EFS をアタッチできるようになったんで、それを追加うとかの、なんかまあいろんな方法で回避してたんですけど、このアップデートで、最大 200GB まで、うん、これコンテナ単位でってなんで、まあ、横に並べればもっといけるんで、200GB まで拡張できるようになったってところで、これは、はい、激アツですってところです。ありがとうございます、はい、で次は佐藤さんですか。あ、ごめんなさい、すみません、途中で申し訳ないですけど、あのですね、給料が来てるんで、せっかくいただいてるんでちょっと拾った方がいいかな。そうですね、拾いましょう。お、グラファナとプロメテウスを使ったことがあれば使用感をお聞きしたいですってありますね。すみません、僕はこれまとめに使ったことがないんで今は試し中です。で、使ったことある人います。これどうですか。ちょっとね、チュートリアルぐらいしかやったことないんです。はい、じゃあごめんなさい、ちょっと調べてちゃんと道具書きます。ありがとうございます。はい、次は Ruby on Rails on Fargate をメインで使いつつ、イベント部分だけを、はい、Ruby on Rails on Lambda などの構成が取れると便利に使えそうな気がします。同一のコンテナイメージをファーゲート、Lambda両方で動かしつつ、CMD を使い分けるような構成は採用された経験などありますか？ほう、ほう。でもそもそも、あれですよね、さっきもちょっと話してましたけど、Lambda コンテナの、僕、ちょっとまともにあんま触ったことないんですけど、うん、あれですよね、Lambda コンテナで使うコンテナイメージって、専用のものじゃないと基本ダメですよ。つまり同じものを多分使えなかったイメージなんですけど。そうですね。まあ、細工が必要っていうのもありますし、あくまでもラムダのイベント駆動な部分があるので、その Ruby on Rails をそのままオンラムダに持っていくっていうのは、なかなか厳しいんじゃないかなっていうのが僕の感想ですと。で、もちろん持ってってそれこそなんかうちの人が書いてるワードプレス無理やり動かしてみたいなそんな感じのノリで Ruby on Rails on Lambda コンテナみたいなことをやれなくはないとは思いつつも、 Ruby on Rails ってやっぱフルスタック系のよりのサービスというか、ミドルウェア系になってくると思うので、僕的にはそのままファーゲットとかで動かし続けた方が、うん、今後の運用ってところでも、2つに分離、無理に分離するよりは、いいのではないのかなと僕は考えますって感じですかね。はい、ありがとうございます。お、早速、単純に、お、はいはい、単純に、単純に ECS でコンテナ、うんうんうん、
を、使っているなら、普通にタスクをキックするだけでいいんじゃないかなと思って、ECS 上の。うん。ECS のファーゲットのタスク起動でやると、はい、まあ似たような雰囲気で使えますかね、ラムダと。そうですね。ああ、そういうことですね。タスク実行機能があるんで。そうですね。はいはい、まあ、ちょっとしたパッチ処理的なやつは、はい、それで賄えるから、うん、まあ、そっちはあとはまあ同じイメージも使えるはずですし、まあ、そっちの方がいいかもしれませんね。うん。中越さん、ありがとうございます。では、一旦最後行ってみますかね。大阪リージョンを利用するにあたって困ったことはありますか？お、これ、浜子さんですかね。そうですね。今は、うん、いや、本当にね、細かいところに行ったときに、あれ、なんか大阪リージョンないみたいなのが、まあ、ちょくちょくあったんですよ。半年前ぐらいましては。ですけど、今は、ですね、ほぼ遜色なく、まあ、東京と遜色ないぐらいのものがまで揃っているので、まあ、もちろん全部が全部あるとは言えないんで、まあ、事前にちゃんと確認は必要なんですけど、もう今は僕が設計しているところでは全く問題ないですね。結構いろんなサービス使っているサイトの自社サイトカバリなんですけど、ので、はい、もう非常にプロダクションでいいかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。僕もいいですか？お願いします。語らせてください。はい、マルチリージョンについて。あのちょっとマルチリージョン否定派おじさんなんですけど、あの全然使うべきワークローズは使うべきだと思うんですけど、あの無理にはあのあこ大阪リージョンの話行こうかと思うんですけど、ちょっとマルチリージョンの話に勝手に持っていくんですけど、無理に マルチリージョンをする必要は僕はないと思ってますと。で、あのもしマルチリージョンをしたいってなった時に、例えばそのデータベースをそのまま大阪の方でプロモーションしますみたいな時に、うんうん、その時にデータ不整合が起こったらどうなるのかみたいな設計を、そのインフラレイヤーだけじゃなくてアプリケーションの設計レイヤーまできちんと落とし込めてやれてるのかっていうところが非常に重要になってくると思うんですよね。なのでその単純にその複数のリージョンであって使えるってことはもちろんいいこと、いい機能だとは思いつつも、そのデータベース周りであったりとかアプリケーションの設計レベルで問題がないのかってところまで確認しないといけないので、と割とあの設計のコストは高くなってくるので、それに見合うメリットがあるのであればいいとは思うんですけど、まあそこまでないなくて、その東京リージョンで満たせる SLA の範囲内だったら、そのままでいいんじゃないのかなっていう、はい、どうしても語らせてほしかった内容です、うん、ございます。大阪は確かにグラビトン2がないですね。え、マジですか？僕今知りました。マジで。でも今使ってないから大丈夫ですけど、あ、マジか。ありがとうございます。全然知りませんでした。こういう学びもあります。そうか。なるほど、ね。いや、ありがとうございます。でもこういうの嬉しいですね。学びです。僕が全然知らなかったです。うん、はい。いや、あ、大丈夫、うん。大丈夫ですけど。今僕が言ったやつは大丈夫ですけど。いや、ありがたいですね。やっぱまあまああるんだな。まあまあありますね。確かにね。うん、はい、あら、消えちゃった。はい。はい。ありがとうございます。はい、あ、上に行ったのか。はい。こうやって、そうですね、質問、ピックアップ していこうと思ったんです。浜子さん、ありがとうございました。本当に。そうですね、ちゃんと拾っていくようにします。というところで、確か佐藤さんのところ行こうとして終わってましたね。はい。佐藤さん。はい、そうですね。ちょっと早く V2 使いたいんですけど、AWCDK の V2 が、今ちょっと開発したプレビュー状態なんですけど、利用可能になったっていうところで、でも何が変わったかっていうと、CDK 使ってる方は分かると思うんですけど、@AWCDK なんか、ホゲホゲみたいなパッケージがいっぱいあって、まあ、それが AWCDK リブっていう、まあ、一つのパッケージに統合されて、まあ、その今までサービスごとに別のパッケージ入れる必要あったんですけど、まあ、それを入れる必要なくて結構シンプルになったっていうところが、いいと思ってます。で、まあ、今まではバージョンアップするたびに全ての、その依存するサービスのバージョンを合わせないとエラーになったりとかして、まあ、結構ちょっとめんどくさいとこがあったんですけど、その辺の管理がすごい楽になったんで、そうですね。ちょっとまだ開発者プレビュー段階なんで本番導入やめた方がいいと思うんですけど、まあ、早く V2 使いたいっていうところですね。はい。ありがとうございます。で、ようやくこれで5月で、まだ夏が来てないんですよね。はい。じゃあ、お子さん、お願いします。はい。クラウドフロントファンクションズが爆誕しましたと。まあ、これ何かっていうと、ラムダエッジよりも前の前段で実行される JavaScript っぽいやつの、
環境ですと。これが嬉しいのが、ラムダエッジをわざわざ使うまでもない、なんかちょっとしたパスのルーティングだったりとか、なんかちょっとのベリファイとか、なんかいろいろあると思うんですけど、そういったのをサクサクっとかけてしまうっていうのがメリットですと。で、実行期間が、要注意で、1MS という、脅威の 1MS 以内っていう、ザイチコンピューティングみたいな感じの速度なんですけど、それ以内に実装収まるようなコンパクトなものは、これに入れておけばいいのかなっていうふうに思ってます。はい。ありがとうございます。これは熱かったですね。ブログ誰か書いてましたね。これか、あれ書かれてますね。僕が書きました。失礼しました。素晴らしい。素晴らしいです。はいはい。DevOps EKSM は、ああ、このあたりはそうですね。ティピック、ああ、来ましたね、ついに。はい、こちら、ステップファンクション。はい。そこ、佐藤さん。使ってるわけではないんですけど、もともと、なんだろう、ステップファンクションズからイベントブリッジに連携するときって、ラムダを経由しないとダメだったみたいなんですけど、それが直接、ステップファンクションズからイベントブリッジへ、統合できるようになったっていうところですね。なんか、何に使えるかなって考えたときに、なんか処理状態とかを他のサービスに基本的にイベントブリッジって他のサービスに通知するサービスなんで、なんか途中の処理状態を他のサービスに通知したりとか、そういうところで使えるのかなっていうイメージでした。はい。はい。ありがとうございます。今年はそうですね、ステップファンクションズマートが使ったんですけど、そこまでいけるかなと言いつつ、はい。お、浜子さんの熱意が伝わってきましたね、こちら。アップなんですね。あんま長く喋るの前なんですけど、1点があるとするとですね、今日つぶやいたんですよ。で、今日久しぶりになんかアップランナーの、ごめんなさいね、アップランナーっていうのは、あれですね、ECS でも EKS でも、ファーゲットでもない新しい、コンテナのホスティング環境ですね。で、いろんなリソースを、隠蔽して、コンテナホスティングできるっていう感じなんですね。で、ただ、ちょっとね、一番ネックなのが、みんなに聞いて、あれなんですけれどもですね、書いてますね、そうそう、VPC リソースのアクセスができないっていう感じだったんです。でそれはずっとできなくてですね。で、一周の中でも一番が割り当てられてるぐらいメインの一周だったんですね。ロードマップの方で。でなんですけど、ちょっとそれアクセスしてもらうと出てくるんですけども、カミングスーンに3日、4日前ぐらいになったんですね。おそれ一番下。そうですね。それの一番下なんですけど、でカミングスーンになったので、おそらく、リーインベントでワッショイワッショイ言ってる間に出るんじゃないのかなと思います。というところなので、VPC リソースアクセスできると、やっぱ使えるところが増えるって思ってる方もやっぱりいっぱいいると思うんで、ぜひぜひ、今度のリーインベントは、アップランナーの VPC リソース対応に注目するといいんじゃないかというふうに思ってます。ありがとうございます。で、質問も来てますね。AWS だけでなく、サーバーサイド技術がエッジ側へどんどん前段に来て、このあたり、どのような考えをお持ちでしょうか。ウェブアプリケーションには影響ありますかと来てますね。そうですね。例えば、これからのウェブアプリケーションに影響ありますかってところでいくと、今日の時間枠で紹介できるかは分かんないんですけど、アップデートの下に、アンプリファイが Next.js の SSR 対応したっていうのがあって、ラムダエッジで、それを対応してるんですね。なので、エッジ側で SSR して返してるってところがあるので、少なからずそれを実装するってなった時に、ちょっとは頭の片隅意識する必要は出てきそうだなとは思いつつも、やってることは変わらないんで大丈夫そうかなっていうのが僕の持論です。ありがとうございます。他どうですかね、皆さん同じような認識ですかね。かな、一瞬エッジとオンプレは混乱しましたけど、これオンプレじゃなくてエッジの話ですよね。エッジだからクラウドフロントの置いてる場所の話ですよね。僕なんか ECS エニアとか EKS エニアとかの話だと思ったけど、全然違うっていうことに気づいてよかったです。変なこと言うとこでした。ありがとうございます。モコさんのもう完璧に近い回答でしたね。ですげえな、もう自分で言ってんじゃない。いや、何でもいいです。その流れで、はい。おお、いい流れですかね、これ。はい。もこさん来てますね、これ。
はい、あ、これですね。ちょっと話しましたね。そうですね。はい、アンプリファイで SSR できるようになりました。内部的にラブライチ使ってますってところですけど、僕はちょっとアンプリファイから最近はして、普通に S3CP とか使ってデプロイしてますってところです。はい、まあ、いいサービスなので、ぜひ使ってください。ありがとうございます。で、はい、EKS のアップデート、アップランナー、コパイロット。あ、これ新井さんピックアップしてるけど、まあ見てくださいって感じですかね、これは。そうですね、はい。だんだんすいません、雑になってきて、すいません。イベントブリッジと、あと、おこれが、はいはい、ツールキットフォービジュアルスタジオコード。あ、そうですね、VS コードを使ってる人は、うんうん、AWS ツールキット、ぜひ使ってみてください。僕はなんか当初、出た時に使って、しばらく使ってなかったんですけど、なんか、昨日インストールしてみたら、だいぶいろいろできるようになってて。で個人的には、Assume Role with MFA っていうのに対応してて。ですね。で、はい。なので、まあ、うちの会社みたいに、IAM ユーザーを一つのアカウントで管理して、別のアカウントに Assume Role してアクセスするみたいな設定をしている人でも、いい感じに使えるようになりましたっていうのがあるので、はい。ぜひ一度インストールしてみてください。ありがとうございます。ちょっとね、気になるね。いいぞ。そうですね。X-ray とアップツコン。はいはい。アップツコンって何ですかね。はい。で、ラムダエクステンション、一般利用可能。これ、新井さんですね。お、はい。がっつり書かれてるな。そうですね。これ、ちょっと説明、自分うまくできるか分かんなくて、ちょっとあんま自信ないですけど。ラムダのライフサイクルの変更に伴って、なんか、エクステンションズっていう機能が使えるようになりましたと。はい。で、ラムダファンクションのランタイムとは別に、なんか追加実装を組み込めるようになったっていうふうに思ってもらえればいいかなと思ってます。ここにシーケンス書いてあるんですけど、エクステンションズ1とエクステンションズ2、インターナルとエクスターナルって2つ組み込めるようになってますと。で、個人的にいいなと思ってる点が、エクスターナルエクステンションズで、このアプリケーションのロジックとは関係ない処理とかを、なんか別プロセスで組み込めたりするんですね。はい、なので、ログの集約とか転送するコードを組み、はい、そうです、そうです、うん、組み込むのに便利で、さっき、冒頭で話したラムダ、クラウドウォッチラムダインサイツでも、この機能を使って実装されてますと。で他にも、なんかニューレリックとかスモロジックとかでも、このエクステンションズ使ったログ転送機能っていうのは、提供されているので、ぜひ使ってみてください。ありがとうございます。はい、でしかもそうですね、結構ブログも多くて、まあ、この辺のそうですね、なんか、サービス使ってやる、これ多分岩田さんでしょうね。面白い。そうですね。岩田さん、はい、岩田さん、岩田さん、ね、岩田さん入ったら終わらないかもしれないですね。終わらないな、多分な。はい、じゃあ、もこさん、はい。はいはい。これは、エラスティックコンテナサービスエニューっていうやつで、要するに ECS のエージェントをなんか自前の Linux とかにインストールしたらいい感じに ECS のマネコンから表示されて、ECS のなんか一覧みたいなところにパッと ECS のやつが出てきて、で、そこからタスク実行できるってやつなんですけど、でもコンテナの動かしててよくよく思ったんですけど、これタスク10個とか20個とか出してもロードバランサーがないと何も始まらねえよなってそうですよねやってってなると、そのなんかロードバランサー用のサービスを作るっていうのもなんかアホ臭いですし、その ALB じゃあ AWS やるかってなると、うん、AWS から1回出てとかなんかゴニゴニョってやったりとかするのが大変そうだなと思いながら、やっぱ人類が本当に欲しかったものは ALB Anywhere だったんだなっていうのを、うん、噛み締めましたって言ったような内容です。ありがとうございます。いい話だ。ただこれホビーユーズとかではあくまでもこういう感じだと思うんですけど、その多分実際に想定されるユーズケースだと、なんか製造工場とかでこう低連携信用を求めたいみたいなやつで使われるので、あんまこうないのかなと思いつつも、やっぱ ALB Anywhere とか NLB Anywhere は別にいらないですけど、ちょっと欲しいなっていう気持ちには少なからずなるのかなっていうところですね。はい、以上です。ありがとうございます。確かになんか名前をつけないと、ね、なんだかんだ言いながら取り回しがめんどくさいですもんね。そうなんですよね。そうですね。で、そうですね。5月ぐらい、これで5月で、で、残り絶対終わらないんですね、これ。で、すいません、まあ、
まあ、ここまでで残り5分ぐらいでちょっとブチ切るような感じになっちゃうんですけれども、あのパネラーの皆さんでこれだけは絶対喋っておきたいっていうのは、そうですね、なんか佐藤さんとかこれだけ書いたのに喋らせてみたいなのないですか？なんかあの最後ファイアホースのアップデート最近あったんですけど、上がりましたね。ファイアフォース何月くらいでしたっけ？個人的に一番いいなと思ったアップデートなんで、まあ、あ、これですね。はい。あ、それそれです。あ、ぜひこれも語っていただき、その動的パーティショニングっていう機能ができて、うん、まあ、今ちょっと案件でファイアフォースとか使ってるんですけど、これ相互のことやろうとして以前できなくてちょっと困ってた部分があって、まあ、元々アップデート前のファイアフォースだとあのタイムスタンプでは自動的にパーティション化できてたんですけど、まあ、例えばアプリケーションのユーザー、例えば独自のユーザー ID とか、なんかそういうキーでパーティー消化したみたいな時ができなかったので、まあそれが結構不便だったんですよね。でも、そのこのアップデートで、まあ、その自動で ID を付与してやってくれるようになったので、まあ、例えば、アテナで S3 のデータとかクエリするときに、まあなんか、アプリケーション独自の ID とかで検索したりとかに、まあスキャンするデータを最小化したりできるんで、まあクエリの時間短縮とか、コストの削減が、できそうかなっていうところですね。これめっちゃ熱いですよ。これは熱いですね、はい。パーティションを変えるために一回データロードして別の S3 バケット。なんか結構ごにょごにょしないといけなかったんですけど、はい、これがもうファイアフォースだけでできるようになったっていうところですね。ありがとうございます。他ありますかね、佐藤さんの書いたやつで。これは話していて。書いておいたのにみたいな。これが、ああれかな、ホットスワップとかですかね。CDK。ああ、ありましたね、ホットスワップ。ああ、あれはでもあれですかね、CDK、皆さん、まあね、死ぬほど使っている中で、CD、なんかみんな嬉しいんじゃないですか。そうですね。まあ、もともとスタック単位でしかデプロイできなかったんですけど、この機能使えば、あのラムダ単体でデプロイできるようになって、うん、で、それで、あの、クラウドフォーメーション経由しないんで、CLI 経由なんで、めちゃくちゃ早いっていう。とこですね。で、まだちょっとこれ、あの、使ってるんですけど、例えばスタックに関数10個とかあると、まあ、10個一気に更新するんで、なんだろう、関数指定して更新できたらいいなっていうのは、使ってて思ってますね。ああ、なるほど。まあでも API で直接ラムダ更新しに行ってるから、まあ、なんせ早い。そうですね、めちゃくちゃ早いですね。僕のプロジェクト、ラムダ、70個ぐらいあるんですけど結構ありますね、スタック、ホットスラップしなかったら10分20分ぐらいかかるんで、あの毎回お布団入ってますなのであのホットスラップ本当最高です。そう、まあいいです。お布団入りたくなりません、ね、おっと、そろそろお時間になるんで最後、最後だけ語らせてください。一番最後、一番最後。最後です。あ、これですか。今日のアップデートです、今日。おーっと、来ましたね、ブログ書く。これは、LMS ファーゲットで、グラビトン2が使えるようになったっていうのを今日書きましたと。で、まあ、書いた内容は、はい、そこにある通りで、ちょっと、まあ、とりあえずやってみたって言ったような内容で、そう、主張が激しい、びっくりマークを大量に書いて、本来はここになんか、すごい、テンション上がってる文字を書くみたいな、ノリでビックリマーク書いといたんですけど、なんかめんどくさくなったんでそのまま上げたっていう、裏背景もありつく、そのままファーゲットでグラビトン2が使えるようになりましたっていうような内容ですと。まあ、これノーションの方に熱く書いてくれたのは多分浜子さんだと思うんですけど、うん、まあ、その言葉をお借りしていくと、ファイアクラッカーっていうとラムダが実行されてるとマイクロ VM のものがあるんですけど、それがもうグラビトン2で対応しているのであれば、もうファーゲートは動いても当然だろうみたいな感じのものだったんですけど、ラムダのが、とうとう今日対応したってところで、これは熱いのかなってところで、多分今回のマットトピック、最新激アツの、トピックだと思いますところで、ぜひ既存のファーゲットで動かしてらっしゃるワークロードとかも、ARM 向けにビルドしてタスク定義1行更新するだけでいけるのでやってみてくださいって感じです、まあ、だけでいけるって断言しましたね。はい、いきますほんまかな。本当ですかこれ。いや確かにコンテナなんで、うん、オスクは
構しないかなっていう気もするんですよね、うん、実際問題ちゃんと ARM 向けにビルドして動いてるのであれば、あとはタスク定義1行で、あ、1行じゃない、2行ですね。1行か、1行 ARM64 って変えるだけで、ヒュッて変わるんで、本当、何の問題もなくいけると思いますよ。そうですね。はい。ラムダ、何でしたっけ、ランタイムが結構制限されてないでしたっけ、ラムダのウェブトン2って。ランタイム。でもまだ皆さん使ってます？まだちょっとこれからって感じですかね。そうですね。僕もまだラムダの方はこれからって感じですね。岩田本体とかもやってんのかな、うん、ですけど、まあこれは本当にあれですね。もう少し多分こなれて、まあ、プロダクション運用広がってきたら、本当に第一チョイスにはまあなりうるんですよね。ラムダもホワイゲートも。ので、そうですね、ぜひまずはそうですよね。そうですね。アームビルドをやってみる。まあ、ちょっと試してみるっていうのは、ぜひやってみるべきかなっていう感じですね。本当に熱いアップデートだと思います。熱かったですね。うん、まあ、これがリインベントから漏れたのかみたいなのもありますよね。あれこういうすごいの来るんじゃないですか。じゃあ楽しみですよね。という締め方になるんですが、そうですね。ちょうどもう本当、お時間になりましたというところで、そうですね。スライドの方戻りまして、一旦そうですね。まあ、質疑応答という形で、はい。そうですね。見ていきますと、一旦そうですね。エッジ側の質問以外、新しいのが来てないので、そうですね。まあ、もし、開いてる限り、まあ、質問投げていただければ、この、まあ、セッションが終わった後とかでも拾って、はい。また、お答えできればなと思いますので、ぜひよろしくお願いしますというところで、そうですね、ちょっと本当駆け足で申し訳ありませんけれども、締めに入らせていただきたいと思います。はい、そうですね、今回、まあ、本当に駆け足で、まあ、実際終わってはないんですけれども、はい、まあ、我々のその、このですかね、アップデートに対する熱い思いですかね、聞いていただいて、そうですね、もう来週からも実際、リインベント、ラスベガスの方で、今回はこう現地開催も行われるというところで、結構こう熱い祭りになるんじゃないかというところで、もうクラスメソッドもそうですけれども、マット事業部もガンガン盛り上がっていこうという、形でやっていこうと思いますので、そうですね、まあ、ぜひ、その辺のアップデートも一緒に追っていただければなと思います。アンケート URL を貼ってますので、ぜひこちらのフォームの方から、はい、アンケートの結果、アンケートの方を、流していただければなと思いますっていうのと、最後に結構こう鋭い質問が来ましたね。流しちゃいましょうか。お、はい。リインベントで発表するアルムダのアップデート、勝手に予想してみてください。あ、これどうしよう。行きます、誰か。誰かっていうか、みんな一個ずつ行ってみます。あ、じゃあ僕、簡単なやつから行こうかな。はい。いいですかね。はい。ラストの SDK じゃないですかね。はい。すいません、簡単なのに行っちゃって。そうか。ないんですよね。確かに。鋭いな、これ。うん。なんだ、ファイアークラッカーのロードマップとか見ればいいのかな。いいですか。お、お願いします。なんかコードパイプラインとかその他 CDK とかでなんかアップデート方針がもっと緩やかにいい感じにできるのかなって思ってるので、うん、ラムダっていうよりは CDK の違うかもしれないんですけど、うん、なんかもうちょっと BG とかいい感じにこう CDK の、 デプロイ一発でヒュッヒュッってやってくれたら超かっこいいなとか思いながら、はい、レインベント思ってます。そうですね、ちょっと皆さんもぜひこの辺のアップデートを一緒に盛り上がっていきましょうというところで、はい。じゃあ、ぜひ、そうですね。こちらのアンケートの方、よろしくお願いしますというところで、すみません、もっと駆け足になっちゃったんですけれども、はい。秋葉マット第3回、こんなところにしたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。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 